ベンジャミン・マカロックは、テキサス革命の軍人であり、テキサス・レンジャー、連邦保安官を務め、南北戦争では、南軍の将軍だった。ピー・リッチの戦いで戦死した。マカロックは1811年11月11日に、テネシー州、ラザフォード軍で、アレクサンダー・マカロックとフランシス・フィッシャール・ノワール、夫妻の12人の子供のうち4、男として生まれた。父は、 イエール大学の出身であり、1813年と1814年のアラバマ州におけるクリーク戦争のトキジョン・カフィー殉賞の参謀士官だった。母はバージニア州の著名な農園主の娘だった。マカロック家はアメリカ独立以前はノースカロライナ州で裕福であり、政治的な影響力があり、社会的にも著名だったが、父のアレクサンダーが、 その相続財産の大半を飛翔してしまい、息子の教育すらできなくなった。弟の一人は、ヘンリー・ユースタス・マカロックであり、やはり南軍の将軍になった。もう一人の弟アレクサンダーはメキシコにおける大意としてテキサス革命に参加した。マカロックは生涯結婚せず、身長は約5フィート10インチ、ほっそりしていたが、明るい髪と輝く青い瞳を持っていたと。 表現されている。マカロック家は、辺境の多くの家族がそうであったように、自分たちの意志あるいは必要に駆られて、たびたび転居した。ノースカロライナ州から移動して、マカロックが生まれてからの20年間で、東、テネシー、アラバマ州、そしてまた東テネシー、最後は、東テネシー州のダイアーズバーグに移動した。ダイアーズバーグでの近しい隣人にデイビッドクロケットが、おり、 若いマカロックに大きな影響を与えた。1834年、マカロックは西に向かった。セントルイスに到着したがその季節の山に向かった、罠漁師たちに加わるには遅すぎた。続いて、ラバオイとして、ニューメキシコのサンタフェに向かう運送隊に加わろうと、したが、人は足りていると言われた。マカロックは、ウィスコンシン州に移動し、エンコーを探したが、 めぼしいところはすべて大きな鉱山会社にすでに占められていた。1835年の秋、マカロックはテネシーに戻った。デイビッド・クロケットが1835年にテキサスに行った時、マカロックは農業にあぐんでおり、冒険を求めて弟のヘンリーと共にクロケットについて行くことに決めた。彼らはクリスマスの日にテキサスの中道チェスで、 クロケットのテネシーボーイズに会う計画だった。しかし、マカロックがマシンにかかり、数週間床に着いた。この兄弟は中道チェスに着いたのが遅すぎたが、サンアントニオまで進むことにした。この遅れのためにサンアントニオに着いた時は、荒モトリレがすでに落ちた後だった。マカロックは、テキサス東部に撤退するサミュエル・ヒューストン指揮下のテキサス軍に入った。 1836年4月21日のサンジャシンとの戦いでは、アイザック・エヌモアランド隊の砲兵中隊につけられ、オハイオ州シンシナティの市民から、テキサス人の救援に送られていた2門の6ポンド砲、ツインシスターズの1門を指揮した。マカロックは、メキシコ軍陣地に武道弾を効果的に使用し、注意として戦場での任官を受けた。その従軍に対し、 1836年4月18日、以前の日付で320エーカーのテキサス法書第2473号を発行された。1839年には、三シンとの功績に対して、640エーカーの贈与証明書第776号も受け取った。マカロックはその後ウィリアム・ H スミス大員の騎兵中隊に付けられたが、 テネンシー州に戻るために軍隊を離れた。数ヶ月後には、デイビッド・クロケットの息子である、ロバート・クロケットの指揮で30名の志願兵中隊と、共に、テキサスに戻った。マカロックは1838年までに、テキサスのセガン地域社会周辺で、テキサス共和国のための土地を測量する職に就いた。後に、ジョン・カフィ・ジャック・ヘイズ隊員の下で注意として、 テキサスレンジャーズに入った。マカロックは、インディアンファイターという評判を得て、規則のサーベルとカービン銃よりも、三段銃、拳銃と防イナイフを好んだ。マカロックは、新しい名声のおかげで1839年に、テキサス共和国議会議員に選出された。その選挙運動は議論の多いものであり、翌年リューベンロス大佐とのライフル銃での決闘に、及び、 その時に受けた傷が元で修正右腕が動かなかった。マカロックはそれで問題は終わったと考えていたが翌年に再燃し、この時は弟のヘンリーも巻き込んで、ヘンリーがロスを拳銃で殺した。1842年、マカロックは測量任務に戻り、その合間に軍隊勤務を続けた。1840年8月12日のプラムクリークの戦いでは、 コマンチ族に対する石膏を務め、その後テキサス軍の右翼を指揮した。1842年2月、ラファエル・バスケス将軍のメキシコ軍襲撃隊がサンアントニオを取り巻いたとき、マカロックはメキシコ軍をリオグランデ川の向こうに追い返す戦闘で活躍した。その年9月に、再度、アドリアン・ウォール将軍が率いたメキシコ軍の襲撃でサンアントニオを占領したとき、マカロックは ヘイズ隊員のレンジャーズのために石膏を務めた。その後、マカロックと弟のヘンリーは、不成功に終わったソマーベル遠征に参加し、12月25日に、タマウリパス州ミエルで、テキサス人の大半が捕まえられる寸前に逃げ出すことができた。ルイジアナ州からの志願兵だった、サミュエル・リードは、マカロックとそのレンジャー中隊のことを次のように、表現した。 長い顎ひげと口ひげを伸ばし、あらゆる種類の衣服を着けて、唯一例外は斜めに被った帽子であり、間違いようのないテキサスレンジャーの制服を着け、腰には拳銃体、毛布を干しているものもあれば、拳銃を掃除し調整しているもの、あるいはいくつかの火で調理するもの、馬の世話をするものといった男たちの集団。我々の見たこともない荒々しい見かけの集団。テントもなく、 ミスボらしいナやがわずかな隠れ家を提供した。マカロック隊員は我々にその士官や隊員を紹介したが、秩序正しくマナーの良い人々だった。しかしその荒々しい外観から彼らが何者でどんな人物であるかを言うのは難しかった。その恐ろしく無法のような外観にもかかわらず、医者もおれば、弁護士もおり、大学でも多かった。1845年。 テキサスがアメリカ合衆国の州になったことに伴い、マカロックはゴンザレス軍から初代テキサス州議会議員に選出された。1846年春、コロラド側から西のテキサス民兵すべての指揮官としてマカロックを少々に指名する法案が成立した。同じ年に米国戦争が勃発し、ヘイズ大佐の第一テキサス志願機兵連隊で、 米中隊となるレンジャーズの中隊を立ち上げ、この部隊は10日かそこらで250マイルを常に移動できる能力で知られるようになった。マカロックは、その後、ザカリー・テラー将軍のもとで少佐の位で、石膏隊長に指名され、メキシコ北部での大胆な行動で国中に知られるようになった。この時までにマカロックはスペイン語に堪能となり、 森の住人としての技量で前線の前後を見つからずに、すり抜けることもできるようになり、サンターナのテントから1マイル以内まで接近したことも一度ならず、あった。モンテレーの戦いでは、騎馬不評隊としてその石膏中隊を引き、ブエナビスタの戦い前のその熟練した偵察により、テイラー軍の惨事を救った可能性がある。ブエナビスタの後で、アメリカ陸軍志官兵の少佐の階級に昇進した。 戦争が終わる時にマカロックはデイビッド・イート・トゥイグス少将に誘われたが1849年にカリフォルニアゴールドラッシュに向かう者たちに加わった。マカロックは均衡を探り当てることはなかったがサクラメントの保安官に選ばれた。旧友であるサミュエル・ヒューストンやトマス・ジェイ・ラスクがどちらもアメリカ合衆国上院議員となっており、マカロックを辺境軍隊の連隊長に指名しようと したが、正式な教育がなかったことが裏目になり、指名はなかった。1852年、フランクリン・ピアース大統領は、マカロックに第二アメリカ騎兵隊長を約束したが、陸軍長官のジェファーソン・デイビスがその役職をアルバート・ジョンストンに渡した。マカロックは1852年に、テキサス州東地区の連邦保安官に指名され、 ピアースとジェームズ・ブキャナン大統領の任期までその役職を務めた。しかし、マカロックは正式な軍隊教育の無差を意識して、実際にはその任期の大半をワシントン DC の図書館で軍事学を勉強して過ごした。八百五十八年、ユタ順州のブリガム・ヤングとの交渉を行う九戦調停者の一人として、マカロックはモルモン教徒とジョンストン将軍の指揮で軍隊を、 派遣していた連邦政府との間の戦争を避けるために貢献した。テキサス州は1861年2月1日にアメリカ合衆国から脱退し、2月14日、マカロックはアメリカ連合国大統領ジェファーソン・デイビスから大佐の任官を受け、さらにテキサス人に対してその州が任務を要求する時が今であるというコメントがついていた。マカロックは 州内の連邦軍事基地すべてに対する降伏を要求する権限が与えられ、2月16日の朝、トゥイックス将軍は夜の間に1000名以上のテキサスの兵士がその施設を秩序正しく囲んでいるのを発見し、サンアントニオにある連邦資産すべてをマカロックの手に渡した。この見返りにトゥイックスの兵士たちは害を与えられることなく、州を離れることを認められた。 5月11日、デイビス大統領は、マカロックを順序に指名したが、これは、当時の民間としては、第2位の階級であり、軍隊に当時従軍していなかったものとしては、最初の指名者となった。マカロックは、インディアン巡州の司令官に据えられた。リトルロックに、作戦本部を置き、テキサス州、アーカンソー州及び、ルイジアナ州の連隊で、西部軍の編成を始めた。 ミズーリ州のスターリング・プライス将軍が上官になることに強く反対したが、アルバート・パイク准将の援助もあり、チェロキー族、直島族及びクリーク族と南軍との同盟を結ぶことができた。1861年8月10日、マカロックの部隊はまだお粗末な武装しかできていなかったが、ミズーリ州でのウィルソンズ・クリークの戦いで、ナサニエル・ライアン将軍の北軍を容易に破った。 我々は兵士一人当たり平均25発の弾丸しかなかったとマカロックは報告しており、スミストリデやバトンルージュ以外では何もなかったと付け加えた。マカロックはプライスの水売り集州部隊を評価しておらず、彼らは訓練が足りず、ほとんど無能で経験のない政治家に指揮されており、お粗末な混ぜ合わせの武器や装備しか所有していないと言っていた。 その五千名ほどの部隊は、徴兵期限が切れており、故郷に戻りたがっていた。アーカンソー州とミズーリ州派遣部隊の間の協業は脆いものであり、二つの軍隊の間をつなぐ真心はほとんどなかった。マカロックは、ミズーリ部隊に対する信頼のないまま、大胆な攻撃を行って、ライアンの小さな軍隊を潰し、ミズーリ州を南軍に加えるときに躊躇した。 マカロックとプライスの間の打ち続く確執によって、アール・バンドーン少将が全軍の指揮を取るように指名されたが、ヘンリー・ヘスとブラックストン・ブラックはその栄誉を辞退していた。バンドーンがセントルイスに対する遠征を始めると、その戦略にマカロックは強く反対してもいたが、バンドーンの作戦が成し遂げた小さな成功の、大半にはここでもマカロックの偵察が貢献していた。 1862年3月7日のアーカンソー州におけるピーリッチの戦いではマカロックが南軍の右翼を指揮し散々ミサオ軍を行った後で北軍の重要な砲兵陣地を突破した。しかし北軍の抵抗はその朝遅くに強固になりマカロックが敵陣地の偵察を行うために馬で前線に進んだ時蔵の上で銃弾に当たり即死した。マカロックは常に 軍隊の制服を嫌っておりその死の時は黒のベルベットの文民服にウェリントンの長靴をつけていた。マカロックを倒した銃弾は第36イリノイフ評連隊の狙撃兵、ピーター・ペリカンのものだったとされている。マカロック部隊の副指揮官で騎兵隊長でもあったジェームズ・エム・マッキントッシュ巡賞はマカロックの遺体を回収するための攻撃で数分後に戦死した。 ルイス・エベール大佐は、同じ攻撃で捕獲され、指揮する者の,のいなくなった南軍はゆるりと崩壊し、撤退した。歴史家たちは一般にピー・リッチでの南軍の惨事と、それに続く無防備なアーカン総集の喪失を、マカロック将軍の早すぎた死に返している。マカロックの遺体は、ピー・リッチの戦場に埋葬されたが、後に、他の犠牲者たちと共にリトルロックの墓地に移送された。さらに後に、 オースティンのテキサス州立墓地に改装された。墓碑はその墓地のレパブリックヒル地区 N 列第4号にある。マカロックの残した文書はテキサス大学オースティン校のアメリカ歴史センターに収められている。1856年に作られたテキサス州、マカロック軍は現在のテキサス州の地理的中心に位置し、マカロックにちなんで名付けられた。マカロックはテキサス州、 ベーコ市にあるフィッシャートリデで,でテキサスレンジャー殿堂に収められている30人の一人でもある。ピー・リッチのすぐ後で巡庄になっていたアルバート・パイクはインディアン巡州の南部を守る南軍の主要施設としてマカロックトリデを建設し、その指揮官の名前を付けた。それはブルーガー南岸の崖の上にあり、現在はオクラホマ州ブライアン軍となっている。 1971年にアメリカ合衆国国家歴史登録罪に指定された。キャンプベン・マカロックはアメリカ連合国退役閉会のための再開場所として1896年にオースティンに設立され退役閉会の後継である南軍の息子と娘たちが所有する最後の場所でもある。そこは現在約200エーカーの公共レクリエーション施設となっており、 テキサス州中部音楽祭のよく知られた開催場所となっている。マカロックについてテキサスに行った家人が数人おり、その母は1886年にエリス軍のもう一人の兄弟ジョンシー・マカロックの家で死んだ。ジョンは南軍の大尉だった。母の遺骸は1938年にテキサス州が掘り出し、マカロック将軍の遺骸の側に改装され、共同記念碑が建てられた。 その他の兄弟は、ゴンザレスとオカー郡に住んでいた。ありがとうございます。